まあ、僕の頭にこびりついて離れない呪いの言葉というものがございまして、えー、まあ遡ること1 5 6年前になるんですけれどもそっからずっと僕の頭にこびりついて離れないんですけれども何かと申しますとまあ僕が小学校6年生の頃に、えー、所属していたサッカーのクラブチームがありましてでそのクラブチームの合宿がありまして泊まり込みで。 でまあトレーニング練習試合とかね全部終わってお風呂も入ってご飯も食べてさあ寝ようかというところで就寝で消灯電気が暗くなったわけですよ。でまあ大部屋だったわけなんですけれども僕の横で寝ていたまさきという男が急に僕に話しかけてきたわけなんですよ。なあお前50音以外の言葉発せれる まあこれが呪いの言葉なんですけれども、えーまあ、何を言ってるのか全くその時は分からなかったんですけれども、まあ聞いてみると、まあおつもの弱い正きに聞いてみると、どうやらそれは、えー、50音、あーからんまでの言葉、まあ正確に言えば、濁音とかのね言葉も入ると125音になるんですけれども、それ以外の言葉をお前は、 まあ言葉、音をですねお前は口から発することができるのかということだったわけなんですよ。で、まあ、彼は、えー、生まれて物心ついてから、まあ、その当時の12歳まで寝る前に絶対これを考えるんだと発することができるのかっていうことをチャレンジするんだができないんだということを僕にいきなりね真っ暗な中言ってきたわけですよ。 でまあ、おつむの弱いまさ,まさきなんで、えー、まあお前の頭と俺の頭とは全然違うよと思って、まあ、僕も考えてみたわけですよ。ね。ンン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 これが28歳今僕今年28歳なんですけど今までずっと寝る前これを考えてます。<laughs> まあこれが呪いなわけなんですけれども、えー、どんなね言葉を「みゃ」とか言っても「ミーとや」ヤじゃないですか、まあ、こういうこれ以外の言葉を発することができるのかっていう呪いの言葉なんですけれどももうずっとねもう頭の中ずっとそいつが居座ってね離れないんですよでねそいつはね最初それを聞いた時は全然そんな存在感がなかったんですよ僕の頭の中では でも、だんだんね、えー、家具とか家,家電とかね、揃い始めまして、僕の頭の中で。だんだん住みやすい環境、まあソファーとかね、でっかいソファーを置いてね、もう住みやすい環境で全く出て,出ていくもう気がないわけですよ、そいつね。いや、これは困ったもんだと。<laughs> うん、なんとかしにはいかんと。もう最近では IKEA の家具とかね、僕の頭の中に置き出したりして、すごい豪華な部屋に、まあ、住んでるわけなんですけども、佐野、佐野の、 え前頭葉たりとかにねあの居座ってるわけなんですけれどもこれはどうしたもんかと<笑><笑>まあこれが呪いの言葉なんですけれどもあの皆さんもぜひ呪いにかかっていただきたいなと思いまして、えー、お話ししましたまあそんなこんなで始めてまいりましょう TJ の「ゆるく締めといてや」y o u t u b e t j の「ゆるく締めといてや」<laughs> はい皆さんお久しぶりです TJ でございますお元気でしたかえー、まあ前に動画を上げてからね、えー、かなり時間経ってしまったんですけれども、えー、まあ、こういった形でラジオで復帰ということになりましたなぜねこう YouTube に上げることができなくなって できたかというとですねまあまあ私生活いろいろありまして忙しくなってきたんですけれどもあの僕がいない間にかなり YouTube って変わりましたよねというかずっと変わり続けてるんですけどあの僕が YouTuber 始めた頃ってねあのカメラで撮ってそれをちょちょっと iMovie で編集して、えー、アップすればもう大絶賛だったわけなんですけれども今ではそうはいかないんですよねなんかもう合成は当たり前だし長編のドキュメンタリーものとか当たり前 前だしね、そういったことになってくるともうどういうふうに自分を表現したらいいのか分からなくなってくるんですよねでまあ考えれば考えるほど、まあ、編集とか撮影とか時間かかるものになってきて、えー、もう上げるのが億劫になってくるわけなんですよ、えー、でもまあ逆にもうそんなとらわれずに考えすぎずに まあ、自分がやりたいようにやればいいんじゃないかなと思ってこうやってダラダラしたラジオで復帰という形になったんですけども、えー、まあこれも TJ ラジオが前にあったんですけれどもこれ、ま、TJ ラジオもかなり趣向を凝ってまして編集とかも凝ってまして、えー、そんな感じじゃなくてねなんかこう思いついたことをダラダラと喋るのもありかなと思って、えー、とりあえずやってみた感じなんですけど完全に見切り発車なんですけれどもまあ 大事なね、そんな大事な1回目で皆さんを呪いに引きずり込むという、ねえー、ことになってしまったんですけれども、まあ、考えて皆さんもこの呪いについて考えてみてください、はい、ぜひね寝る前とか考えてみてもし、あのー、解けましたらコメント欄に <laughs> 書いていただければ、えー、僕の長年のこの呪縛も解けると思いますので、えー、ぜひ皆さん、えー、お手伝いの方よろしくお願いします イジェのゆるくしといてやロシア圏インド市の八甲前ビル地下400階からお届けしています同じ頭の中で考える類の話として、えー、例えば僕がいつもふとした瞬間に考えること、えー、信号待ちとかねそういったちょっとした時間に考えることはあれ今日何曜日やったっけっていう曜日ですね何曜日かを考えます。 これはほんまに1日10回以上考えますね。あとは頭の中で絶対に流れてる曲一日に絶対一回は流れる曲があってこれは、えー、僕が小学校ぐらいの時に、えー、ドンキーコングのアニメがやってたんですねでそのアニメのオープニングかエンディングかの曲で「明日になったらバナナ食べようよ」っていう曲があってこれが絶対頭の中に流れるんですよ そのアニメが特に好きやったわけでもないしそのアニメに特別な思い入れとか思い出とか全然ないんですけどこの曲が頭からこびりついて離れないんですよねこれまあ言えば呪いの曲なんですけれどもなんかこの曲、まあ、この曲が好きなわけでもないんですけどねなんか離れないんですで、えー、まあ頭の中で考えることまあもうなんかトイレとかに行きたくなった時に絶対考えることまあ我慢するために ね、緊急回避で考えることはめちゃくちゃえらいえエロいことを考えます。はめちゃくちゃ綺麗な微乳を考えます。<laughs> これで大抵収まるんですけれども、えーまあ、そんなエロいことを想像しますねトイレが近い時は。あとは妄想系で言えば、えー、自分が悟られ悟られっていうのを皆さんは知ってますかあの例えば僕がこうやって考えてること口に出してないけど頭の中で考えてることを がみんんななにダダ漏れなんですよねこのことを悟られっていうんですけどそういう人のことを悟られっていうんですけれどもで悟られの人に対してお前悟られやでっていうことを言ったらダメなんですよあのその声は聞こえてない手で演技して何も知らんふりして悟られにこう接しないとダメなんですけれどもそういう法律になってるんですよねなんかそういう映画というかドラマがあったんですけどで自分が悟られやったら自分が考えていることをダダ漏れじゃないですかだから あれ、俺、悟られちゃうかって思ったときは、あのー、そこの目の前にいる人にの悪口をめっちゃ言います。お前、鼻でかいなとか <laughs>、あのー、お前、お前ちょっと髪型変やかみたいなことを心の中で思って、ちょっと反応を伺います。で、ノ,ノーリアクションやったら、あ大丈夫やなっていう感じで安心したりするんですけど、めっちゃしょうも,もないというか、アホな考えですよね。で、あと妄想系で言えば、 ほんまにカメハメハが出ると思ってました。あの、手をこうギューッと合わしてね、木、木っていうんですか、木をギューッと合わして、ぐーってやったら、なんかこう、真ん中にエネルギーが出てるような感じがして、あ、俺はこれカメハメハ打てる人間なんやと思って、ずっと生きてましたね、しばらく。小学校低学年の頃は。あと、同じように、あのー、僕は、実はヤクザの、あのー、若頭で <laughs>、 そ,のそういう職種を隠して立場を隠して学校に来ていて今こうやって地味な俺やけど実際こう組が危なくなった時にあのサングラスした黒ずくめの人が授業中にガラガラって入ってきて「若大変です親父が親父が撃たれました!」みたいな感じで入ってきて「何ほな行くぞ!」 っつってこうその黒ずくめのやつらを率いていくっていう <laughs> そういう妄想を授業中めっちゃしてました、はい、あとはあ授業中暇な時は左手で文字書く練習してたりしましたねはいまあそんな馬鹿げたことばっか考えてましたねはい <laughs> これ僕も結構もうちょっとで終わるんで最後までお付き合いお願いします 先日いとこの結婚式に出席してきましてまあ僕も年を取ってきたんでだいぶ結婚式にお呼ばれすることが多くなってきたんですけど、えー、毎回思うことがあってなんでこんなことになってるんやろと思うことが一つありましてまあチャペルウェディングやったんであのウェディングドレス着てねバージンロード歩くっていうあの教会の中であげる式やったんでねあのまず、 牧師さんが入ってきて、で、バージンロードを歩いて、新、え、郎、ー、で新婦がお父さんと一緒に入ってきて、えー、揃うわけなんですけれども、みんな揃いましたねっていうことになって、それでは賛美歌を歌いましょうという流れになるんですよね。いやいや、ちょっと待ってくれと。こっちは賛美歌を知らんと。というか、歌ったことがないと。覚え、歌、何回かね、こう結婚式来てると歌うことあるんですけど、覚えてないと。 で学校でも習ってないしねでまあそういう人のためになんでしょうけど前にパンフレットみたいなのが置いてあって一人一人で開けると、まあ、その日の流れとか乗ってその横にちょろっとあの歌詞とでその歌詞の上に音符がね書かれてるんですけどいや音符書かれたところで読まれへんからって <laughs> あの歌われへんとそれに合わせてででもうそんなあの適当に歌うわけにもいかんし。 口パクで歌ってるふりとかするんですけどまあまあ大体1番聴いたらねあの、まあ、2番大体こんな感じかなという感じで合わせて歌うんですけどまあまあ分かんないですよんでなんででそんなことになってるんやろうと思うんですけど。 ね、ちょっとおかしいですよ、ね、普通その普通に考えて僕ら出席する側はいろいろこう気を使ってねあのするわけじゃないですか例えばスピーチにしても「別、えー、れる」とか、えー「終わる」とかいう言葉縁起が悪いんで使わないでスピーチしたりそのまあ「終とかねもう、まあ、本来2万とかが一番ベストなんですけど2っていう数字が割れるので半分に割ることができるので縁起悪いと。 三万よこせという感じでこっちには気を使わせるのになぜ知らない歌を歌わせるのかとそれはおかしいじゃないかとで神様もねそんなおぼろおぼろこう歌われてもいやもうそれやったら歌うんでいいよって言ってくれると思うんですけどねそ,そんな聞きてない聞きてないと思ってはると思うんですけどいやおかしいなと思うんですよこれに関してはねそれだったら普通にあの皆さん結婚式歌うかもしれないから 小学校の時にあのこれはこれ、ここだけは歌っときましょうなんか調べたら賛美歌っていうのは何,何百曲もあってその中の一つっていうをあの教会で歌うってことらしいんですけどこれだけはちょっと習っときましょうっていうことであの習わせたりねそれまあそれができない、まあ、仏教仏教徒の国なんでねそれができないとは思うんですけど。 うんなかなか難しいですねあの習慣っていうのはなかなか毎回ね結婚式に出席すると何でやろうと思うんですけどでまあまあええー、わということでえー 挙式終わりましてで次披露宴に進むわけですよねに進んだら進んだで、えー、僕らは新婦側のいとこが新婦なんでね新婦、えー、からこうちょっと余興してくれと、えー、言われてたみたいなんですよねでそれに、えー、僕のおかんが勝手に了承してて、えー、あんたこれ、えー、挙,式で挙式披露宴で AKB48、あの,ー AK B のえー「フォーチュンクッキー」歌うから。 ちょ踊り練習しときなさいということであの連絡をもらったわけですよ。いや、ちょっと待ってくれと。<laughs> いや、おかしいおかしいと。今の時代、そんな、あのー、フォーチュンクッキー踊ったりしたら、どえらい滑ると。しかも親戚の人たちが踊ることほどみんなが気を使うような空気になることはないと。 しかもフォーチュンクッキーってこう割って、割って中からおみくじを出すんですよね。ううそういうクッキーのことをフォーチュンクッキーって言うんですけど、割れてもうたらあかんと縁起悪いと <laughs>。ほんで、まあ、ダイアンとして僕がムービーを作らせてもらったんですけど、 ね、でまあそれが結構大,大反響であのどっかどっか受けて、まあ、涙も,もいただきましてえ後に、えー、親戚の方々から皆さんからねあんたうまいねという声をたくさんもらったりしてねしたんですけど、えー、でまあまあ良かったなと思ってでまあ、あのー、作ったら作って流して好評で終わ,終わったらその新郎新婦からね ちょっと前に来てくれということで呼ばれまして、前に行くと、大きい花束をいただきまして、ありがとうと、行きをしてくれてありがとうという感謝の気持ちを込めて、大きい花束をもらいまして、それこそそのプロポーズするときに使うぐらいの大きい花束で、ああ、ありがとうという形でもらったんですけど、で、まあそれを持って帰って、家持って帰って、嫁さんにちょっとこれもらったから、ちょっと水に差し置いてくれへんという感じで渡したんですよ。で、ああ、わかったわかったとえー言ってくれて、で、まあその日はまあ 非挙,、ね、挙式というかまあ結婚式で疲れたんでねあのずっとスーツ着慣れてないスーツとかねずっと着てるともうなんかなんかずンと疲れちゃうんですよねで、まあ、まあ寝よう寝ようということで寝てたわけですよ僕は結構リビングで寝ることが多いっていうか、まあ、リビングでは寝るんですけどリビングで寝てましてで夜中3時ぐらいですか3時ぐらいにいきなりビッシャーとこう水がかかったんですよ僕の顔顔と足とにビッシャーと水がかかって うわ、何やと思って、バッて起きて、え、なな何やと思って何、何が起こったんやとずっと思ってたら、横にね、あのうち、柴犬のココっていうのを飼ってるんですココがね、横にピタピタピタと歩いてきて、ああ、ごめーんっていう顔してるんで、ちょっと震えながらね、あーごめーんっていう顔してて、なんか悪さしたんかなと思って、周り見渡すと、あのその大きい花束というか、花がぼさっと落ちてるんですよ。で、ええー、と思って見たら床、床とか一面水浸し。 まあ、ここ、ここはね、その届くところに花瓶がなかったんで、その、ここはこぼしたわけじゃなくて、ここはびっくりして多分僕の横に来たんですけど、え、何よこれと思って一瞬何が起こったか全然わからなくて、で、ああ、こぼれてるわ、水なんでと思って、で、もう寝ようかなって思ったんですけどね、一回。一回寝ようかなって思って、もう一回ちょっと寝に入ったんですけど、2分ぐらいしてちょっと、ああ、もうやめとこう、もう一回拭こうと思って、で、タオル持ってきて拭いて、えー、 拭いてたんですけどねでよく見たらその花瓶じゃなくてペットボトル半分に切ったやつに何か刺してたみたいでねもう明らかにその花束に対してちっちゃいペットボトルなんですよねで <laughs> でまあなんやこれと思いながらで絨毯とかも濡れたんでねあのドライヤーでこうバーって乾かしてたんですけどまあそうしたら音もするんで向こうで寝てた嫁が起きるかなと思ってちょっとの顔覗きに行ったらあの女起きてて。 何してんのこんな夜中にって、もう、むさっとした顔で僕の顔を見てるわけですよ。いやいや、ちゃうねんと。あの、花瓶がこう、倒れて、こういうことになってんねんって言ったら、ああ、ほんまなんということで、まあ、手伝ってくれたわけなんですけど、まあ、まあ、それはそれで、まあ、まあ、終わったんですけどね。で、こんな夜中に起こされたらかなんなと思ってたんですけど、で、昨日ですか。昨日ですね、僕また寝てたんですよ。で、そうしたらね、次いきなり、ガーンって音で、 右足のかかとに衝撃,を衝撃を感じましてですね、バッと,と飛び起きたんですよ、えー。何が起こったかと思ったらですね、僕、またリビングで寝てまして、えー、全然知らん間に、机にかかと落とししたんですね。で、おぼろながら、まあ寝ぼけながら多分、足を上げたのを覚えてるんですよ。足を上げて振り下ろしたのを覚えてるんですけど、まさか机の上にかかとが落ちるとは思ってなかったですね。はい。という話なんですけど、 え、こんなんじゃ、CM 行きません ?CM、CM 行くんかいっていう、誰に話しかけてんねん、これ。 はい。ということで、まあ今日はこの辺にしておきましょう。あんまり長くすると次上げるのが多くなっちゃうんでね、また。はい。えー、また面白いこととかが思い浮かんだり、その、起こったり、えー、昔の話を思い出したりしたら上げていこうかなと思ってるんですけど、まあ、週に1回上げれたらいいかなって、まあ週1回を目標にして作ろうかなと思ってるんですけど、はい。えー、またぜひ聴いていただけたら、あのー、 まあ、取,りめな取り留めのないまとまりのない話なんですけども、えー、また寝る前にでも聞いていただけたらいいかなと思いますそしたらあなたもいつの間にかかかた落とししてると思いますんで、はいえー、まあそんな感じで終わりましょう、えー、まあ何すかその終わりの言葉あのねこの年になってまあいろいろ身の回りで僕も変化もありましたんでちょっとねおっぱいとか おちんちんとかその下ネタを言いづらくなったんですよね立場上になんでちょっとまあねまた終わりの言葉考えようかなと思ってた思ってるんですけど何がまあ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 今日はこの辺で終わまあまあこの辺で終わっときましょうねまあ僕のラジオなんてこんなもんですよねこんなもんでしょうはいお疲れ様でしたではまたお会いしましょう